こんばんは。こんばんは。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃香です。こんばんは。ということでちょっと短いんですけど15分で配信終わりたいと思います。本日ちょっと明日朝早くて、はい、ということで本日はサプライズで今日 AKB48 劇場であった高橋さやかちゃんの卒業公演にゲストとしてゆうりとお邪魔してきました。はい、そうなんです。卒業公演にゲストとして出るのはそうなかなかいつぶりぐらいだろうっていう感じであまりそうなかったので楽しかったです。さやりん呼んでくれて嬉しかった、はい、何か歌ったの？大西は最後の卒業セレモニーのシアターの女神と前しか向かねえ一緒に歌ってきました。本当にさやりらしい卒業公演でとても楽しかったです。しとても卒業ドレスが似合ってました。ゆりと劇場に出るのも久々かな。いや、ゆりは本当にいろんなこの卒業公演に出てるので、私も卒業公演に出させてもらうことは多いので、劇場に出るか出ないかで言ったら割と一緒になることは多いんですけど、そう、そうですね。寂しくなるねってね、寂しくなるよね。とても楽しかったです。皆様も本当に、ね、自分の推しメンがね、いつ卒業するか多分分からないと思うので、ぜひぜひ押せる時に押しておいてください。ね、最近茂木さんも卒業発表したし、ね、本当に卒業メンバーが増えますね。寂しいです。
もーちゃんは一生いてくださいって。無理です、ごめんなさい一生って、だって一生だよ、知ってる？一生の意味、一生って知ってる？一生いるなんて無理でしょ。生涯ってことだよ、一生って。その時まで責任を持って押してくれるならまた別かもしれないけどそういうことじゃないからね。うん、そうしよう。うん、一生一緒にいてくれやって。岡部凛推しの人に言われてもなちょっと心に響かないや、ごめんねちょっとアットマーク岡部凛推しさんに言われても、ちょっとそれを推し岡部凛に言ってくださいもう言う相手は私じゃないです多分ちょっと間違えちゃってるうん、よく見てるねって。コメントは全部見えてるからね。そう、毎回言うけど、うん、女の子が握手会来て嬉しいですかって、さっきからすごくコメントそれあるね。もう男性でも女性でももちろん嬉しいです、性別関係ない。女性だから嬉しい、男性だから嬉しいとかはあまりないかもしれない。来てくれるだけで嬉しい、うん、年齢も関係ないと、もちろん年齢も関係ない、うん、直接会ってみたいと。お、ぜひ。意外とちっちゃいねって言われます、直接会った方には。女の子に頭ポンポンしてたって本当ですか？昔はしてたよね。頭ポンポンも顎食いも何でもしてたよねえ、今はちょっとそういうのが無理な時代というかになってしまったので寂しいもんでございます。次はできるんじゃないの？いや多分無理だよね、あれがあるよね多分。わかんない、どういう仕組みになるかわかんないけど、でも多分もしそれが OK ってなったとしても、多分大西たちはこう手袋をしてファンの方にこう触れるという形になるので、それでもしねファンの方がそれでまたコロナとか風邪になってしまったとかって言ったら、ウイルスがもしそこで広がってしまったら危ないので、そういう行為は多分できないとは思うんですけど、うん、そうね。まあ、でも昔はねそういう時代もあったよね。ね、今も第9波が来てるとかどうとかこうとか見るよね ね、だから気をつけなきゃ。あとでも本当にお話し会の完売がすごく多くて本当にありがとうございます、びっくりしちゃった。そう、ありがとうございます、感謝。ぜひぜひ買ったら遊びに来てください、
今回は買えなかった分がいっぱいあると本当嬉しい、ありがたい。そうですね、今回の期間は写真集だったり舞台とか、あとは夏のイベントとか、あとはコンサートとか、ね、武道館とか合間にもたくさん大きなイベントがあるので、あと誕生日もある。誕生日はまあ9月かだけど、いろんなお話できたらいいな。ね、24日サンタコスとかするの？あ、みんなするんじゃない？多分毎年貸し出しあると思うから、多分メンバーほぼみんなすると思うけどね。サンタさん衣装としてそう貸し出ししてくれるから、うん、そうね、多分みんな割とする子が多い気がします。あ、そこは完売かなって。あれ、もう全部完売したの？え、今年のハロウィンは何にするのって。あー、去年何したっけ。去年警察やったよね、私多分。私は何にしようかな。ね、またその時期が近づいてくればまた考えます。それは持参で買うの？あ、コスプレとかは多分みんな持参で買ってると思う。うん、そうね、ハロウィン用のやつとか。サンタさんは衣装さんが用意してくれますね、毎年。金スマの放送もあるので、あ、そうだね、ちょっとまたそれもおいおい告知します。ぜひ明日見てください。コスプレは投票制にしてほしい。どういうこと？投票制っていうこと？からね、ありがとう。何を着るかをファンが投票するってこと？やだよそんなの。やだよ。絶対やだよそんな。うん、やだよ。うん、私は見に行ったりこう携帯とかで、あ、これいいっていう、その自分の気分で決めたりするので何着せられるか分かったもんじゃない。確かに。確かに何のコスプレしたいだろうな。ね、もう割とこの AKB のお仕事をして結構いろんなジャンルを
やってきた気がする。下見たいコスプレってね、今考えてみたんだけど特にないな。今まで何やったっけ、ね、何やっただろうね、あんま覚えてないよ。今からちょっと練習することがあるので。そうなんです。ちょっと15分経った今、ちょっと今日はこの辺で終了したいと思います。よし、ではでは、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、いきます。1位、 MM ルールズアットマーク名古屋の夜とアクムックに乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がコバットマークおにしよしさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がサトチアットマークおにしぐんさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がよっちゃんのゆうももちえ大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がライオン丸さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が、大西かきアットマーク大西がアットマーク練習ガンバーさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がお茶っぱタイムアットマーク爆裂魔法エクスプロージョンさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がコイヒレンさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がツバッサーさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。皆様も本当にありがとうございました。ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では、おやすみなさい。じゃあね、ありがとうございました。明日大阪で日本酒イベ来てくださる方は気をつけてきてね。じゃあね、バイバーイ。